はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤野です。このチャンネルでは普段はですね、タクシー業界に関しての、まあ、転職情報とか売上の上げ方、こういったものをお伝えさせていただいているんですが、今回はですね、ちょっと全く違う内容をお送りさせていただきます。皆さんも報道などでご存知だと思うんですけれども、和歌山県和歌山市内の方で水道水を供給する橋が崩落をしてしまって、それによって6万世帯が現時点で断水になってしまっているという、ね、ニュースご覧になっていると思います。7つの、ね、市内にある中学校と22箇所の小学校で給水所を設けて、でそこで、まあ、自治体とか自衛隊が、給水を、まあ、しているというふうになっております。で一応ですね、その最新の情報によると8日にはですね、送水予定というふうになっているんですが、ただ現状において、給水所があっても本当に水が、なかなかね、足らないと、すごくね、困難を強いられているというような状況にあるようです。でなぜね、今回、まあ、プロタクとしてこのニュースを取り上げたかと申しますと、プロタクを通じてタクシードライバーになった方で、和歌山県和歌山市出身の方がおられます。でその方がですね、今回その実家に帰っている時にですね、まさにこの水道水を供給する橋が崩落したという、まあトラブルに、ね、巻き込まれてしまっているようです。で今日その方がですね、近所の小学校に、まあ、給水に行って、でその帰りにですね、まあ、その和歌山市にある無料工事というお寺、ちょっと番組の概要欄の方にも貼っておきますけども、無料工事という、ね、お寺の前をですね、夕方に通ったところですね、給水所の、まあ、設置の準備を、まあ、しているのを、まあ、ところを、ね、通りかかったらしいんですよ。でいろいろ、ね、あの話を伺ったところですね、まあ、その方が聞いたところ、明日ですね、朝の7時から5時半まで、給水所をこの無料工事というお寺の第一駐車場内に設置をするようなんですよね。で本当に今ね、現場の状況はですね、まあ、こうやって給水所設置をしてるんですけども、それでもね、水を手に入れるのに本当に並ばなきゃいけないとか、もう本当に、まあ、水が足らなくなってしまうかもしれないという、まあ、状況らしくて、でこうやって新たに、まあ、設置をされる給水所、一人でも多くの方に、ね、知っていただければというところで、まあ、その方から、まあ、ご連絡をいただいて、プロタクの方でも拡散をしてほしいと。で、ねまあ、その方自身がね、ちょっと SNS とかね、やっていないというのもあったので、新しくその設置をされる給水所に関して拡散をしてほしいというので、まあ、ご連絡をいただいたので、今回ですね、このお話をさせていただいております。で、ちなみにこの、まあ設置をする給水所、今回ね、自治体とか自衛隊が、設置をするのではなくて、ニューメディカテックという民間の企業がですね、どうやら、給水所を設置するそうです。で、まあ、ちょっとニューメディカテックという会社ホームページの方で見てみたらですね、1995年に、まあ、創業して、で飲めない水を、まあ、安心安全に、飲めるまで、浄化をして、浄水器を、まあ、開発していると。で飲めない井戸水とかをですね、地域の人々に、まあ、供給する、こういったことを、まあ、やられているようでして、今回もこの無料工事というお寺にある井戸水をですね、飲める水に、浄化をするそうです。で、まあ、これまでもですね、そのホームページによると実績として、2011年の、ね、3.11、 福島県内でもですね、避難所で給水支援をしたりとか、2016年の熊本地震の時もですね、給水支援、避難所での給水支援を、されている、まあ、実績がある、民間企業さんのようです。今回ね、プロタクとしてこの、まあ、ニュースを、ね、取り上げた理由としてはですね、まあ、先ほどお伝えした通り、今その和歌山で、現場に、ね、いるタクシードライバーの方がおられると。でその方曰く、本当に、ね、今その現場がその水を確保するのに大変で混乱をしているという状況下で、このように新たに給水所が設置されるというのはですね、本当に一人でも多くの方にやっぱ知ってほしいというお声をいただきました。で、まあ、地図で調べたところですね、この無料工事というお寺はですね、まあ、和歌山県庁の近くにあって、周辺にも、ね、小学校とか中学校が、ね、あるはあるんですけれども、ただ本当その水をですね、確保するためにその長蛇の列並ばなきゃいけないとか、本当あってもあっても本当足らないというような状況のようです。なので、この動画を、ね、ご覧になっている方にちょっとお願いをしたいのがですね、
今回この、新たに給水所が設置をされたよというのをですね、ぜひともね、一人でも多くの方に拡散をしていただきたいんですよね。で、直接ですね、その和歌山に住んでる方に、お知り合いがいないというのでもですね、こういった部分、拡散をしていただくとですね、巡り巡ってその今本当に現場で困ってらっしゃる方にこういったね、新しく給水所がね、設置されたよっていうのがですね、やっぱ伝わる可能性がありますので、なので皆さんにですね、ちょっと拡散をね、お願いできればなというので、今回ですね、動画を撮らせていただきました。で、プロタクとしましてもですね、YouTube もそうですし、あとは Twitter もそうですし、あとは僕自身の個人の、Facebook とか Twitter とかこういった部分でも、このね、無料工事さんの、給水所の設置、シェアをね、していこうと思いますので、皆様でですね、ちょっとご協力をしていただければと思います。というわけで、ささやかではありますが、一人でもね、多くの方に安心してね、飲める水が確保できればというので、今回の、動画撮らせていただきました。プロタクト しましても、1日でも早くですね、この水道水の復旧が、行われることを願っております。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。